温室京都府立植物園とは京都市左京区にある植物園。日本で最初の公立植物園として1924年1月1日に開園した。1946年から12年間は連合国軍に接収され閉園を余儀なくされたが、1961年4月に再開した。園内には観覧温室のほか、正門花壇、派水池 バラ園など2ほどのエリアがあり、面積24ヘクタールの広大な敷地に、テーマ別に約1万2千種類、約12万本の植物が植えられている。日本の四季の花が見られる花壇や洋風庭園、熱帯植物を集めた温室がある。北半分は半季の森と呼ばれる自然に、近い森を利用した生態植物園などがある。現在の植物園の敷地は、 明治時代までは、上賀茂神社の境外真社である半木神社とその陳樹の森を中心とした田園地帯であった。大正天皇の即位を祝い企画した大礼記念京都大博覧会の開催用地として、1913年に京都府によりこの地が購入された。しかし、議会等の反対、国による博覧会事業と、 会場アクセスのための電車付設費の記載付加決定などのため、博覧会は開催されず、植物園が代案として計画されることとなり、1915年に大天記念植物園の設置が決定された。日本初の公立植物園であり、現在の京都府立植物園の前身である。1917年に建設工事が始まったが、この際、敷地内の半期の森は、 古代の山城盆地の植生を残す貴重な自然林としてそのままの形で活用するよう設計され、半木神社も移転することなく園内に尊置された。1923年11月10日、大正天皇大天記念日に開園し、翌年1月1日から入場者制限のため有料公開が始まった。その際、名称を 大天記念京都植物園と正式決定している。有料公開開始時の入園料は、大人5銭、子供2銭、温室観覧料は別途で7歳、以上10銭だった。戦後、当初計画された京都漁園の代替地として、占領軍住宅が建設されることとなった。1946年10月に全面接収された。この際、育っていた植物の伐採もあったとされ、 二万五千本以上あった樹木は六千本に減ったともされる。1951年2月24日には火災が発生し、昭和五大天の第一徴収所であった昭和記念館が全焼するなど、施設の消失もあった。接種から12年目の1957年12月12日に変換され、占領軍の住宅の撤去は1958年12月に、 完了した。1961年4月24日に再開園し、新設のドーム型温室前で、春工開園式が行われた。1970年には、日本の森というエリアを造成している。再開園30年を機に大規模な改修工事が行われ、1992年3月に、当時日本最大級となる観暖温室が竣工した。 2013年3月1日には北山通、川西寄りに鴨川門が新設され、北西部や鴨川方面からのアクセスが向上した。小中学生や70歳以上の高齢者などの入園は無料であり、年間90万人弱の入園者数は日本の公設植物園で最も多い。正門の左側、未来くん広場には大きなキノコ姿の設置物がある。 キノコ文庫と呼ばれ、内側に小学生向けの図書が収められている、全国的にも珍しい野外設置の図書館である。1985年、親子連れの来園者に楽しんでもらうことを目的に、京都平安ライオンズクラブが設置した。1000冊の本とキノコ型の書家2期で始まり、2度の寄付を経て、書家4期、約3000冊の図書となっている。遊具も隣接しており、 親子連れの人気スペースとなっている。未来君広場の東側には、楠木の並木と呼ばれる道がある。夏が見頃で、川端康成の小説、ことにも登場し、京都の財産とも称される。開園当初からの植栽で、現在でも約200メートルに、樹齢約100年の楠木約90本が、並木道を形成している。川端康成の小説、 ことでの植物園の記載は複数回あるが、クスノキ並木についての記載は次の通りである。私は、ここのクスノキの並木道が好きで、そのの再開を待っとりました。樹齢は、五六十年のクスノキドスやろうけど、ゆっくりゆっくり通ってきました。川端康成、ことでのクスノキ並木半木神社の東側には、蓮里の枝と呼ばれる木がある。蓮里木で、 京都府立植物園では、もみとムクの木が完全に融合している。連里の枝は、男女の仲の良いことの例えのため、半木神社と合わせて、恋愛スポットとなっている。京都の都市伝説で、京都府立植物園でデートをすると別れるというものがあり、その伝説の不定に一役買っている。ありがとうございます。